どうもクレシンマニアです。今回は先日発表された映画クレヨンしんちゃんもののけ忍者珍風伝を記念して忍者界をご紹介します。1995年放送のオラは正義の忍者だぞでは、西春日部忍者隊に漫画を取られてしまったマサオくん、そこへしんのすけが正義の仮面忍者しんのすけ丸になって漫画を取り返すお話です。このお話の見どころはしんのすけならではの忍術です。例えば大人の後ろに隠れてお話をする忍法腹話術や妊娠の術など面白い忍法が盛りだくさん。最後には忍法あとは犬にお任せの術で犬に子供たちを襲わせて撃退するスカッとしたお話です。次は1998年放送の少年忍者からの果たし状だぞではねねちゃんをめぐって埼玉レッドサン忍者部隊に勝負を挑まります。このお話はほとんど忍者要素はありません。しかしマサオくんが何度も理不尽な暴力に遭うのが見どころです。次は2004年放送の忍者でござるぞではしんのすけたちは忍者修行をすることにしますが師匠がいません。それを聞いた園長先生が師匠を名乗り出ました。無の修行、忍び足の修行、忍者走りの修行、さまざまな忍者修行の末、最後はみんなで勝負も兼ねて手裏剣投げを行います。その時しんのすけの投げた特大手裏剣が大暴投、愛ちゃんに向かっていきます。それを見事に黒吉さんがキャッチ。みんなその活躍から黒吉さんに弟子入りをするのでした。2011年放送の春日部忍者隊だぞ天の巻地の巻ではしんのすけたち春日部忍者隊が盗まれた巻物を取り戻すお話です。普段のお話とは違い何でもありの外伝的なお話なのでしんのすけたちのキャラに合った忍法が見どころです。ちなみにねねちゃんは忍法うさぎ飛びの術、まさおくんのは忍法変化の術、ぼうちゃんは忍法鼻水、かずまくんは忍法この葉隠れの術が見れます。その他にもいろいろな忍法が見れるので映画が上映する前までに見てみると楽しめるかと思います。ぜひチャンネル登録や高評価をお願いします。